こんにちは。自然体のままで売れる私に代わるナチュラルブランディングの村本彩です。今日のテーマは新しいビジネスチャンスの見つけ方ということについてお話ししたいなと思います。ですね、まずそのターゲットを考えたりとか、あと自分のサービスを考えたりするときに、なんかこう他の人と同じようなものになって、なかなかこう自分のところにお客さんが来てもらえないんじゃないかなとか、そういうこう悩みって多くあると思うんですけど、そういうときにこう新しいこう切り口の見つけ方っていうところのヒントを今日はお話ししたいなと思ってます。まずですね、一番は、お客さんのこの心の中のモヤモヤを発見するっていうことなんですけど、それはどういうことかというと、そのこの業界ってこういうものなのかなとか、なんかそういう、先入観とか、思い込んでることっていうものを見つけていくということです。例えばですけど、ダイエット中ってなんかこう食事の量とか我慢したり、なんかあんまり美味しいもの食べれないっていうようなイメージが ありますよね。でその時にダイエット中でも美味しいもの食べれますって言われたら、それって何ですかって多分気になると思うんですよね。そういうことだったり、あとは、例えばですね、そうですね、こう体ボディメイクするにはやっぱり筋トレって必要だよねっていうところに対して、筋トレしなくてもボディメイク、体のラインを整えることができるんですよって言ったら、それって何だろうっていうふうに思ったり、あとこう整骨院とか整体とかって結構こう体の疲れがすごい溜まった時に、なんかこう応急処置的な感じで行く人が多いと思うんですけれども、そういうのじゃない、そうじゃない時に行く場所なんですっていう価値観を作るとか、そういうところに新しいチャンスがあります。なので、その自分がこう関わっている、業界とか市場とかのなんか当たり前って思われているものが何なのかなっていうところから、それの、逆の提案をしてみるっていうことが、一個のチャンスにつながるんじゃないかなと思います。はい、今日のテーマは以上になります。少しでも役に立ったなと思ったら、下のいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。あと、私の無料動画プログラムの方では、あなたの強みを見つけて、売上と集客の不安から解放されるための、コンテンツについて、解説してますので、ぜひそちら回してみてもらえると嬉しいです。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。